はい皆さんこんにちはレック専任講師森田隆二ですそれではただいまよりエコノミスト森田隆二の経済会計時事解説第13回目の講義ですね開始させていただきますよろしくお願いいたします はいえー、本日、ですね、第13回目ということになりますが、画面の方ね、えー、切り替えていきますけれども、えー、第13回目ということで、えー、黒田日銀総裁続投と日本経済ということでありまして、まあ、先日、ですね、安倍内閣が黒田総裁を続投するぞということを発表しまして、ですね、えー、そのですね、影響っていうのが日本経済にどう出てくるのかなというところをね、お話しできたらなと思っております。 ではですね、次なんですけども、本日の構成になりますが、ね、まず日本銀行総裁人事についてお話しさせていただきまして、そもそも日本銀行でどういうことをやっているのかとかね、そのもろもろですね、そういったところをお話しいたします。 それから今度、その次なんですけどもこれまでの黒田日銀の金融政策ということでありましてですね、黒田総裁は2013年に就任してそれで5年間金融政策を担当されたわけなんですけどもどういった成果が出ているのかとそしてどういった弊害があるのかとそんなところですね、お話できたらなと思いますね。 でそれからまあ今後の日本経済の影響ですね黒田総裁がですね、まあ、どう、まあ、日本経済を、まあ、どういう方向性に持っていくのかというところですね、まあ、もちろん、ねえー、経済政策というのは金融政策だけじゃなくて、まああのえー、財政政策とかそういうのもありますから、まあ、黒田総裁だけの,、ね、あの影響が日本経済に出てくるわけでは全くありませんけども、まあ、しかしながらその金融政策というのは経済に対する影響というのはものすごく、ねえー、大きいわけですからあその影響についてもねちょっと考えたい

内閣が次期日銀総裁、副総裁を任命ということでありましてですね2018年の2月19日だったわけなんですけども安倍内閣がですね任命しましたこのお三方です、ね、黒田総裁、黒田総裁は引き続きということでありますねそして雨宮副総裁と雨宮さんという方はね日銀のプリンス、日銀のエースとずっと言われてた方でありましてですね、えーとまあ、副総裁。今 まで理事だったんですけどね、副総裁に上がってきたと、まあ、日銀プロパの方ですね。 ずっともう過去20年、ね、金融政策のストーリーを書いてきた方ということなんですけれどもそれから、まあえー、若田部先生ですね早稲田の教授ということで後でちょっとまたお話し,しますけど若田部先生というね学者枠、まあ、日本銀行の副総裁って、まあ、基本的に日本銀行プロパーの方そして学者枠ということで副総裁って2人いるんですけど、まあ、そういった方々が多いんですけども、まあ、今回もプロパーの方そして学者枠ということで天宮総副総裁 えー、若田部先生と、えー、そういうね、えー、あの形になっております。でまあ黒田総裁続投ということですね。で、えー、実はですね二期連投っていうのは1961年の山際総裁以来のことということでまあ非常にですねまあそういった意味ではレアなケースということなんですね。 でさらにですね、2期10年を完投した総裁はいないということなんですね。まあ、非常にですね、まあ、その日本銀行総裁、中央銀行総裁のお仕事というのは非常にハードなんですよね、ものすごくタフじゃないとできないという仕事なんで、なかなか10年務めるというのは難しいのかなと。マーケットってて年年がらら中いてますからね あのニュージーランドのウェイリントンで、まあ、日本時間で5時でにマーケットが開いてですね、まあ、それから日本のマーケットが開きロンドン、それからニューヨークということで,でニューヨークのマーケットが朝6時に閉まるとで朝5時にはもうあのニュージーランドのウェイリントンのマーケットが開いてますからねですから24時間どっかしらのマーケットが開いてるとこれが為替市場ですけども、まあ、ですから、まあ、そういった意味で言うとね為替市場にしかもヘッジファンドとかが攻撃しかけてくるということですからもう本当に気の休ま あるがないといとううよなな感じなのかもしれませんよ、ね、で為替の動向っていうのが日本経済に直結しますんでね、まあ、日本の企業っていうのは、まあ、外国で稼いでる企業っていうのが多いわけですから為替レートが動くとですねどうしても業績に影響してきてっていうことですからやっぱり、ね、この為替っていうのをあの日本銀行総裁としてはもちろん見なければいけないということで非常、まあ、にこう あのタフじゃないとできないと24時間動いてますからねですから、まあ、プロ野球に例えると、まあ、143試合、ね、プロ野球あ,のありますけども、えー、143試合ずっとピッチャーが投げ続けてるというそういった感じかもわからないですね、まあ、ちょっとひょっとしたら言い過ぎかもしれませんけどそれぐらいの、ねえーまあ、タフな仕事というふうに私なんかはイメージしてるんですけどね。 で、まあ、総裁を続投、そして副総裁を入れ替えましたけども、ここのところ、ちょっとね、改めて見ていきますが、まあ、黒田日本銀行総裁、黒田晴彦さんですけども、2013年に総裁としてなりまして、まあ、続投ということですね。 で、中曽副総裁と、中曽博さんという、ね、方がいらっしゃるんですけども、その副総裁が今度、雨宮さんに変わったと、中曽さんという方もやっぱり日銀プロパーだったんですよ、日銀プロパーの中曽さん、その方から今度ね、日銀プロパーの雨宮さんが副総裁になると。 それから学者枠ということで岩田紀子先生ですね、まあ、この方は学習院大学の教授ということだったんですけども、えー、2013年に副総裁に就任したということなんですねもう一貫してね岩田先生はね私もね岩田先生の本はあいっぱい持ってますけども読んでおりますがもう一貫して日本銀行を批判してきた方なんですよ日本銀行の金融緩和が足りないっていうことをね一貫して主張されてきた方で,でまあだから日本銀行の 中ではね、やっぱりあの当時2013年なんかはあの、まあ、敵というかよそ者というか、ね、そういう感じだったのかもしれませんけども、まあえーまあ、その方がね副総裁になってそれで日本経済に対して、ねあのまあ、日本経済を、まあ、ううううあの上昇させたという、ねえー、ことであるんですけどね岩田紀功先生です。で岩田先生、まあ、今回と、えー、ということで えーまあ、若田部先生が新たに、ね、副総裁として、えー、就任するだろうということなんですね。で日銀総裁副総裁人事ということでありますがあ日本銀行の総裁というのの人事はですね5年に一度のイベントと5年任期ですからね5年に一度のイベントですよと。 まあ、FRB っていう、ね、のがありますけどもアメリカの中央銀行に当たるところなんですが FRB は4年なんですよね任期がねだからまあ大体2期勤めるということで8年ということなんですけど日本銀行の総裁はですね、2期勤めると10年ですから、まあ、本当にこう非常に厳しい仕事になるということなんですけどね。 でまあ、総裁、副総裁、まあ、総裁1人で、えー、副総裁が2人でということで、まあ、審議員が6人ということで合計9人で9人が、まあ、内閣が任命するということですね、でこの9人の方っていうのがですねあの日本銀行の政策ですね、えー、にあの金融政策を舵、えー、取りするということですね総裁、副総裁2人、そして審議員に、日本銀行の審議員ですね、その合計9人、まあ、野球も9人ですけども、えー、野球のそのね えー、レギュラー9人と同じ人数なんですけどもその9人がですね、まあ、日本のね金融政策を決めると、えー、その金融政策を決める会合金融政策決定会合というふうに言うんですけどもその9人がメンバーであるとでそれは内閣が任命するということですねで内閣が任命してねそれでね、あのー、通るというわけではなくてこれが必要なんですよ国会ですね衆議院と参議院ですね衆議院と参議院の同意を得てですねそして人事が発令されると。 ですから衆議院と参議院で同意を得られなかったらダメってことなんですね。ですからまだ本決まりではないってことですね。 まあただ、安倍政権数を抑えてますからね、衆議院も参議院もですから、ほぼほぼ通るだろうということでありまして、私はそのつもりであのお,お話しさせていただいてるんですけども、まあ、しかしながら、まあ、衆議院とか参議院でねじれちゃってるような状況の時っていうのは、これ、あの人事が通らないというふうになったりもするんですよね、まあ、ちょっとその辺もお話しさせていただきますが、これね、衆議院の優越っていうのが当てはまらないんですよ、まあ、あの衆議院の優越っていうのがありましてね、 まあ、例えば、ああ、衆議院で、まあ、法律、法案が、まあ、賛成多数ということで。そして、参議院で否決された場合は、まあ、衆議院で、まあ、出席議員の、出席議員の三分の二でしたっけ。まあ、賛成が得られればですね、参議院で否決されてもですね。その法案が通るということだったと思うんですよ。それが、まあ、衆議院の優越っていうことなんですけど、その優越にあたる事項が。ここでは当てはまりませんと。ですから、たとえ衆議院で賛成が得られたとしても、参議院で否決されたら、そんな。 人事案認めないと、参議院は認めないというふうになったらですね。その人事案が通らないっていうことになるんですよね。ですから、衆議院の優越がないということで。えー、まあ、そういった意味ではね、まあ、国会が、国会がっていうかね、その人事が空転する。そういった可能性を秘めているわけなんですけれども。まあ、今回に関しては、おそらく大丈夫かなと、お、数抑えてますからね、安倍政権はね。大丈夫かなということですね。 ただね、かつてはね、ねじれ国会の場合はね、大変なことになったんですよ。2008年だったわけなんですけども、えー、2008年はですね、あのー、民主党政、えー、まだと麻生政権ですね、麻生政権末期だったと思うんですけど、うんあの時あの参議院で民主党が取ってたんですよ。ですから、あの麻生政権がですね、日本銀行の総裁、あの副総裁っていう方がいらっしゃったんですけど、副総裁の後釜ですね、その後釜をですね、あのー、財務省出身のね、 え武藤さんっていう方を持ってこようとしたらやっぱりあの、えー、参議院で民主党が否決してですねで田波さんっていう,うやっぱり小倉事務次官までやった人を持ってこようとしたらやっぱり否決されてっていうことでなかなか総裁に日本銀行総裁が決まらないっていうねそういったことがあの2008年にあったんですよ、ね。だからねじれちゃうと日本銀行の政策金融政策これとってもとっても大切なんですけどもそのとってもとっても大切な金融政策を決めるもう責任者である総裁がいないっていう事態がね 応じかねないということで、まあ、これはねじれちゃってるとね。本当に大問題国益を損ねる大問題になりかねないっていうことなんですよね？まあ、今回に関してはおそらく大丈夫ということですけどね。 ですから、民主党のと、ね、き民主党が参議院を持ってて麻生政権の末期だったと思いますけど総裁がいなくてで白川副総裁、まあ、白川さんがねやっぱり日本銀行の、まあ、当時ねプロパーの方だったんですけど副総裁になるぞっていう,ふうなことだったんですけど総裁が決まらないからじゃあ、あんたちょっと総裁あのとりあえず暫定でやっててよっていう,ふうになってそれで自民党が出す案出す案民主党に、ね、否決されるもんですから結局、総裁が決まらなくて、えー、副総裁 副総裁に内定してたですね、えー、その白川さんが、ですね、じゃあ、もうあんた、もう、えー、総裁、もうそのままやっちゃってよということで、えー、そのまま総裁をね、総裁に就任したというのが白川さんだったんですけどね、えーまあままあ、そういう流れですね、だからねじれちゃうと、結構ね、人事があまたストップしちゃって、うん、国益を損ねる可能性も出てくるということなんですよね。 で日本銀行というのはですねとっても大切な仕事をやっておりまして、まあ、金融政策の担い手ということでありまして、まあ、金融政策というのは何かなというとマクロ経済政策というのがありましてね、えー、マクロ経済政策というのは財政政策政府が行う財政政策とそれから中央銀行、まあ、日本だったら日本銀行ですね日本銀行が行う金融政策この日本立て日本柱があ 2, 2つから成り立っているのがマクロ経済政策なんですよね。 まあ財政政策っていうのは、まあ、例えば、ですね、景気が悪いときに政府の支出を増やしてですね、まあ、政府が使うお金を増やして景気を良くしようと、まあ、政府支出を増やす公共投資を例えば増やしたりだとかあるいはまあ税金を減らす減税というふうに言いますけどね。まあ、例えばん法人税減税だとか所得税減税だとか、まあ、そういう減税をすることによって減税したらですね、実質的に所得が増えてるということですから減税するとですね、財布の中にあるお金っていうのが実質的に増えるということですね。減税すると政府に払 お金が減るってことは財布の中に残るお金が増えるということですから実質的に所得が増えると所得が実質的に増えるんだったら消費が増えていくでしょうということで減税っていうのは、まあ、景気を良くするような政策の一つということで、まあ、財政政策の一つっていうふうに考えられているんですね減税ですねこれは政府が行います一方で金融政策というのがありまして金融政策っていうのはあ日本銀行っていうのは、まあ、要はマネーをすってる銀行なんですよね まあ、唯一の発見銀行というふうに言いましてですねお金をすることが許されている唯一の銀行これがあの日本銀行なわけですよでまあ景気が悪い時というのはお金の巡りが悪くなるわけですから従、まあ、ってですね景気が例えば悪い時に日本銀行というのは金融政策によってお金を増やすような政策をするんですね、まあ、マネタリ日本銀行から放出されるお金のことをマネタリーベースというふうに言うんですけどもそのマネタリーベースを増やすという政策をね例えば景気が悪い時にやるとでそれを大胆にやったっていうこと、えー、大胆にやったっていう方がですね黒田 日本銀行総裁なんです、ねまあ後でちょっと触れますけども日本銀行が放出しているお金ね黒田総裁が就任した時は140兆円ぐらいだったんですよ。日本銀行から140兆円ぐらいのお金が出てたとそれがですね今大体いい480兆円ですよ。黒田総裁が5年間やって480兆円までお金をねこう世の中に出しているとそういった状況になってるんですね。 でそれによってお金の巡りを良くして、ですね、景気を良くしようということで、私は、ね、一定の成果が出ているのかなというふうに思ってるんですけどね。で、えー、と2つの目的がありまして、その金融政策にはね、えー、まず物価の安定ですね、でえー、まあ黒田総裁はインフレ率2%を目標にするということなんですけどね。 まあ、インフレターゲットという考え方がありましてね、もうだいぶ前から言われてるんですけども、まあ、ポール・クルーグマンだとか、あ,あるいはあ元 FRB の,あの議長の,あのバーナンキーさんだとかですね、まあ、そういった方々が主張してるんですけども、インフレターゲットという考え方があってですねで、そのインフレターゲット、インフレ率を、ね、あの2%に例えば設定してですね、その目標を達成するような金融政策をやろうっていうね。 これはまあ一つの物価の安定を目指しているということなんですけれどもそういう、ね、目的がを,を設定してです、ね、そういう金融政策を立て合っているということなんですけどね。 インフレ率2%というのは、インフレというのはね、あの物の値段がじり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 上がるというのがインフレなんですよ、物の値段が上がり続けるというのがインフレなんですけども、前の年に比べて、前の年に比べて、ですね、2%上昇している物の値段がねとで、それを目指しているわけですね、だから前の年の例えばあ、物価水準が100だとしたら、えー、今年は102にしようと、2%上昇している水準を目指しましょうと、これがインフレ、えー、率2%を目標にするということですね。 インフレ率2%をターゲットに今やっていると、まあ、国際的にもそうですよ、アメリカなんかもインフレ率2%でインフレターゲットで動いてますよ、これ、バーナンキさんの主張なんですよ、バーナンキさんがだから FRB の議長やってたときにあのあの、それをあの盛り込んでね、金融政策に盛り込んで、それでやるようになりましたけども。 で日本が、まあ、黒田総裁の時までは、ね、それをやってなかったんですけども、黒田総裁によって2%を目指すようになったということですね。だから黒田総裁が就任したときに、ね、2%のインフレ率を目指しますよとそして2年でマネタリーベース日本銀行が放出するお金を、ね、2年で2倍に増やしますよとトリプルスリーというふうに言われたんですけどね。2年でマネタリーベースを2倍に増やしてです、ね、2%のインフレ率を達成するんだと。 トリプルツーとトリプルツーですかごめんなさいねトリプルスリーっていうふうに言っちゃったかもしれませんけどトリプルツーですね222、えー、っていうねそういった数字を出して、まあ、プレゼンテーションそういった意味ではうまいですよねやっぱりこう、えー、なんかこう覚えやすい数字をね、えー、あの並べるということであれは非常にインパクトあったんですけどね。 でえー、それからですね、まあ、2つの目的ということでもう,もう1つなんですけども金融システムの安定ということですね、えー、銀行がいっぱい潰れちゃったりしたら安定しませんからあその、ね、金融システム、金融市場それに混乱がないようにするというのも日本銀行の仕事ということで金融システムの安定信用秩序の維持、えー、これを目標に目的に動いているんだということなんですね。 で、えーとまあ、黒田晴彦総裁、えー、春彦っていうふうに読みますけども、73歳ということで、まあ、この方、ちょっと簡単に見ていきますが、安倍首相のですね、信頼は本当に厚いのかなというふうに思いますね、安倍首相のまあ経済政策、安倍政権の経済政策、アベノミクスというふうに言いますけども、アベノミクスのも本当、柱ですよね。 黒田総裁のの金融政策というのはね、アベノミクスというのは、まあ、うん3つから3本の矢というふうによく言われますけど3つから成り立っておりまして、まあ、金融政策それから財政政策それからまあ成長戦略とこの3つがあるわけなんですけどもその柱がやっぱり金融政策であってその柱を担っているのがやっぱり黒田総裁ということで、まあ、安倍総理はですね、黒田総裁の手腕を非常に高く評価してるんだなというふうに、まあ、いろんな発言を聞いてですね、えー、思いますね。 で、えー、まあ黒田バズーカがアベノミクスの柱ということで黒田バズーカって何ですかっていうことなんですけども異次元金融緩和ですねないしは量的質的緩和大胆な金融政策いろんな表現のされ方がありますけども、えー、まあ一言で言えばですね、まあ、先ほど申し上げたマネタリベースマネタリベースっていうのは繰り返しになりますけど日本銀行がまあ世の中に出しているお金なんですけどもこの量を圧倒的に増やすんだとこれがまあ黒田バズーカですね。えー、まあ量的質的質緩緩和和っっっってて言言たたり、り、異次元金融緩和って言ったり大胆 な金融政策というふうに言ったりいろんな表現されますけどとにかく圧倒的にマネタリーベースを増やしますよとこれが、えーまあ、黒田総裁の黒田バズーカーですよねでこれによってまあ結構ね後でちょっと触れますけども経済が良くなってきてるのかなというふうにね、えー、思いますね、まあ、もちろん弊害もちょっと出てきてるんですけどね マネタリーベースを増大するんだと、まあえー、就任したときはです、ね、140兆円ぐらいだったんですけれども480兆円ぐらいに、ね、今、増えていると、えー、いうことですね、まあ。デフレからの脱却これを目指しているんですよとういうことなんですね。 まあデフレっていうのはね、まあ、経済学的に考えてやっぱり良くないものというふうに見る人が多くてですね、私もその一人なんですけどもやっぱりデフレになっちゃうとですね物の値段が安く、物の値段が下がるかいいじゃないかという議論もあるんですがやっぱり、ね、物の値段が下がるということは、ねえー、人々はじゃあどういうふうに思うのかなというと物の値段が毎年毎年下がっている状況に、ねえー、人々が直面するとどういうふうに人々は消費行動を取るのかというと 今買わなくなくっちゃうんですよこれがデフ物の値段が下がり続けている、ね、これがデフレなんですけどそこに人間が直面しますと今消費をしなくなっちゃうというそういった大問題が発生するんですよ。これがデフレの弊害です。でなんで今買わなくなっちゃうのかというとよく考えてもらいたいんですけども、ね、値段が下がってると、ね、例えば車を買おうと、ね、100万円の車が値段が下がってると、ね、去年よりデフレだから今年の方が安くなったと。 一昨年よりも去年の方が安くなっていると、ね、どんどん値段が下がってるな、車安くなってるなと、じゃあ、車欲しいけども、待てよと、ね、来年買ったらもっと安いんじゃないかと、ね、再来年買ったらもっと安くなってんじゃないかと、じゃあ、車欲しいけど、ちょっと不便だけど、電車通勤でとりあえず乗り切ろうかということで、ね、デフレの時っていうのは、今買うのをやめて、買うのを先送りするんですよ、これがデフレなんですよ。 だから消費が増えていかない企業としては売り上げが上がらないっていうね利益があんまり増えていけないこれがデフレなんですよ。これがデフレの悪いところなんですね逆にインフレっていうのは物の値段が上がり続けるというのがインフレですよね。一昨年よりも去年の方が値段上がってるんですよ去年より今年の方が値段が上がってるんですよあの今年よりも来年の方が値段が上がるんですよ来年よりも再来年の方が値段が上がるだろうっということなんですよですから、ね、今買っといた方がいいんじゃないのと。 来年車買ったらもっと値段上がってんじゃないのとじゃあ今買っとこうかとつまり来年買おうと思ってたんだけど今の方が安いんじゃないのじゃあ今買っとこうかっていうのがインフレなんですよですからインフレの時っていうのは、まあ、消費をですね前倒しする傾向にあったりするんですねデフレの時っていうのは消費をちょっと先送りしたりするんですよ だから今あんまり売れないということでだから景気があんまり良くなっていかないとかのデフレであってインフレだったら今結構売れるんでみたいな、ね、ことで景気が結構良くなっていくっていうのはあるんですよね。まあ、これももちろん程度問題です。だからインフレ率2%って言ってるんですよ。 えー、だから2%ぐらいがまあ国際水準的にもまあ2だよねっていうふうに言われておりましてね、まあ、だから2なんですけども、まあ、だからデフレっていうのはやっぱり良くないなと日本経済ずっと結構ね、まあ、デフレなんですよねデフレ、まあ、今デフレの状況にあるのかって言ったら、まあ、デフレではさすがにないかもしれませんけどデフレマインドは結構あるんですよね。 だから、まあ、そういう、ね、デフレからの脱却というのを考えていてそれにはやっぱりお金の量を増やしてとていうのがどうしても必要になってくるわけで黒田総裁はそのデフレからの脱却っていうのを目指してです、ね、金融政策を担当しているとでそれは安倍総理もその考え方なんですよね。 で黒田総裁とか、まあそのまあ、こういう、ね、金融政策を重視してデフレから脱却をするっていう、ね、そういった方々をリフレ派っていうふうに言ったりするんですけども、えー、まあ黒田総裁はリフレ派なのかなと。でリフレ派の人たちの経済政策っていうのをねちょっと次のページで確認させていただきますが。 えー、リフレ政策ということで、まあ、リフレ派の方々の、まあ、考える政策ということなんですけれども、まあ、デフレというのは諸悪の根源であるというふうに考えましてですね、えー、マネーの量を増やしていけば物価が上がるんだよとつまり金融緩和政策異次元金融緩和これをすることによって、まあ、日本銀行から放出されるマネーの量が増えるマネタリーベースが増えると、ね、マネタリーベースを増やすとそれによって物価が増えるんだとそういうふうに考えるのが、まあ、リフレ派の方々ということですね。ね 悪なんだから、ね、マネーの量を増やして物価を上げていこうぜと、まあ、そういった考え方を持つ方々これをリフレ派というふうに言いましてその方々の政策をリフレ政策というふうに言うんですねですからまあ黒田総裁はこの5年間みっちりこうやってきたということなんですね。 で代表的人物なんですけど、私さっきちょろっと申し上げましたけどまずポール・クルーグマンですね2008年でノーベル経済学賞もうピンで取ってますこの方あのノーベル経済学賞って結構ピンで取らないんですよねまあ3人同時受賞とかあそういうことが多いんですけども、えー、このポール・クルーグマンですね ノーベル賞を取る前から有名人ということで私も、ね、大学大学院の時ポール・クルーグマンの、ねまあ、テキストも読みましたし、えー、それから論文も、ね、1998年にそのインフレターゲットの有名な論文があるんですけどもそれも読みましたしね、まあ、結構そのポール・クルーグマンというのはそのノーベル賞を取る前からものすごく有名人だったんですよアメリカでももちろんそうらしくてねアメリカのことはよくわかりませんけど、まあ、結構テレビかなんかのコラムニスとかなんか。 ちょっとあのその辺もやられてたということで新聞かな、えーまあ、コラムニストとしても非常に有名だったということでもうノーベル賞を取る前からもう有名人ということだったらしいんですけども、えー、ピンで取りましたということなんですけどね、まあ、この方がもう世界的に考え言えばですねそのインフレターゲットの考え方のもう理論的な支柱ですね。 でそれに並ぶのがベン・バーナンキということでバーナンキさんも、ね、FRB 議長として、まあ、非常に有名なんですけども学者としても非常にベン・バーナンキさんというのは有名でね、まあ、私も大学院にいた時にクル,そのクルグマンの論文だとかバーナンキさんの論文これインフレターゲットの論文読みましてね私経済政策という科目を、ね、大学院の時に取ってまして金融がせあの専門なんですけどもでその経済政策担当している先生が田廣先生って言って経済企画長っていうのが昔あったんですけど今の内閣府ですけどもその研究所の,、ね、あのトップの人が早稲田に。 教授としてあの経済企画課長を辞めてきてですね、であの経済政策を教えてもらってたんですけども、でその時にポール・クルーグマンだとか、あそのベンバーナンキだとか、そういった、ね、インフレターゲットの論文とか結構読みましたけどねで、それに基づいて結構黒田総裁は金融政策をね、してるということなんですけどね。だから白川総裁だとか、福井総裁だとか、まあ、その時にね、もうすでに金融、インフレターゲットとか、結構そういった、まあ、福井総裁のときはまだ早かったかもしれませんけど、いあの白川総裁の時にそに、インフレターゲットだとか、そういうのうな、 政策に手を出していればもう少し今の日本経済とは違ってたのかなとは思う,思うんですけどね。 えーまあ、ベン・バーナンキさんというのはその理論もしっかりすごい方なんですけども、まあ、さらにですね、FRB という、ねえーまあ、アメリカの中央銀行のトップを務めてアメリカ経済をもう復活させたっていうね、まあ、本当にベン・バーナンキさんの,、ね、あの担当していた時は大変な時代だったんですよリーマン・ショックっていうのが2008年の秋にありましてアメリカ経済がもうひっちゃかめっちゃかですよ。 リーマン・ブラザーズが64兆円の負債を抱えて倒れちゃってで世界中が景気がもう悪くなっちゃったとでアメリカ経済がその震源地ですからね、とっても悪くなっちゃったということで,でその経済を立て直したというのがベン・バーナンキさんということで非常に苦労されたわけなんですけどね。 まあ、今のアメリカ経済があるのはやっぱり私はベン・バーナンキさんの,、ね、あの金融政策のおかげなんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、インフレターゲットの、ねまあ、リフレ化の、えーまあうん、理論そして、えー、実務化としてもトップで舵を切った方ということですね。 で日本で言えばですね理論的な支柱はやっぱりこの岩田紀子先生かなというふうに思いますね、えーまあ、上智大学だとか学習院だとかそういったところで教授を務めましてですね日本銀行の副総裁に就任して5年間やられた方なんですけどもまあそのリフ,レリフレ政策のね理論的な支柱かなというふうにまあ日本で言えば岩田先生なのかなというふうに思いますね。 それからやっぱりこの方、ですね浜田光一先生と私も、浜田光一先生は、ね、イェール大学の教授で私の大学院の時の指導教授がです、ねまあ、今でもたまに飲んだりもするんですけどもあの矢部下先生という方なんですけども浜田先生が先輩なんですよねだから同じイェール大学で先輩だったんでだから私が大学院にいたときに、ね、あの浜田先生の話を聞けということで、まあ、よく浜田先生にあの大学院で講義をしていただいてということでいろいろあの学ばせて。 いいただいただんですけどもあのノーベル賞に近い日本人ということでね、えーまあ、ノーベル経済学賞に近いところにいるっていうふうに言われてるのが浜田光一先生なんですけどもこの方も、まあ、リフレ派リフレ政策を主張するう一人ということですね、まあ、イエール大学の教授をされております。 で、えーまあ、日本銀行の副総裁の話に行きまして、ですね、雨宮正義さんという、まあ、方なんですけども、62歳ということで、まあ、日本銀行のプロパーですよね、日本銀行の生え抜きの方であると。 で過去20年のですね金融政策のほとんどを取り仕切っているということですね、もう本当にこの日本経済、ですねこの20年というのは、ものすごい20年経ったですね、まあ今2008年ですから、この20年前というと、まあ、1998年なんですけども、その頃っていうのはね、もう本当に山一証券であるだとか、ですね北海道宅銀であるだとか、もう大手の金融機関が倒れると。 潰れちゃうううという、まあ、そういそった時代ですよねバブル崩壊して非常に激しい時代だったんですよ。で1998年とかそれぐらいというのは消費税増税の悪影響とかも出てきてる時代でありましてですねで、まあ、2000年代に入ってデフレ経済とでちょっと良くなってきたかなって思ったらリーマンショックとそしてさらに東日本大震災ということでもう本当にですね、うん、もうこの20年というのはとても大変なそういった時代であったと。でその時 時代のその金融政策を、えー、描いてきた方っていうのが、まあ日本銀行でいうと天宮さんであると、もうほとんど取引席って来ているということなんですよね。ですからまあ日本銀行のエースプリンスというふうに言われておりまして、まあいずれ日本銀行の総裁になるでしょうと、もう昔から結構だいぶ前からね言われていた方なんですよね。まあ万を持して副総裁ということなのかもしれませんし、えー、総裁になっちゃうんじゃないかというそういったね話もあったんですけども、やっぱりね副総裁を経験してから総裁になる っていうパターンが多いんで、まず副総裁ということで、まあ今回副総裁だったのかなということなんですけどね。で、まあかつて、えー、ちょっと今もう先走って言っちゃいましたけど、かつての日本銀行、えー、あごめんなさい、こうちょっと間違えてますね。日本日銀総かつての日銀、えー、総裁は。えーえー ごめんなさいね、かつてのプロパーの、ね、日銀の方はですね、えー、副総裁をやっぱ経験してることがほとんどですよなんかこれちょっと日本語変ですけどもごめんなさいね、えー、かつての日本銀行プロパーの方っていうのはあ副総裁を経験して副総裁を経験して総裁になる方があほとんどでしたよということですねですからまあ今回雨宮副総裁そしていずれ総裁かなと、まあ、そんな流れなんでしょうかね でえーまあ、前例にとらわれない金融政策を立案してきたということで、まあ、本当にそうなんですよね、えー、例えば、まあ、もう、廃墟にいとまがないという感じなんですけども、例えば、うん、日銀当座預金というのがあるんですよ、で日銀当座預金というのは何かなというと、まあ、例えばメガバンクだとか、まあ、市中銀行というふうに言いますけど、まあ、銀行があるじゃないですか、で銀行っていうのは、日本銀行に預金口座を持ってるんですよ、でそれを日本銀行当座預金、日銀当座預金っていうふうに言うんですけど、その日銀当座預金の一部,分一部の部分にあの、マイナス金利を ブストマイナス金利っていうのはそこの預金口座に入れてると一部の部分ですけど金利を払わなければいけないとそれがマイナス金利ですねだからマイナス金利マイナス金利ってよく言われますけど日本銀行当座預金のあるその預金の部分に金利がマイナスの金利が付されてるっていうのがマイナス金利ですね。 ねえー、まあ,あそういった政策もお描いてきてるわけですしいろいろですね、まあ、例えば量的質的緩和と、ね、量的質的緩和質的、まあ、量的っていうのはそのマネタリーベースを増やすわけですよで質的緩和というのは何かなっていうと今までの日本銀行というのはよくこういうことをやってたんですよ2年ものの国債とかを買ってお金をバッと出すんですよで2年ものの国債をだ買ってお金を出すということは2年ものの例えば国債っていうのはね2年経ったら満期が来て ね、満期が来たら、お金が戻ってくるんですよ。ですから、その、なんていうかな。あの、金融緩和するんだけど、いずれすぐ戻ってくるような、そういった、あまあ、金融緩和が多かったんですよ。だけど、その質的緩和って言いまして。 えー、2年じゃなくて例えば10年とか20年とか満期までの期間が長いそういった国債を買って世の中にお金を出すというね質的緩和っていうねそっちも重視するようになったんですね。で質的緩和することによって満期がなかなか来ないからお金が日本銀行に戻ってこなくてお金が行き渡ったままになるんじゃないかという質的緩和なんかも重視してるんですよ。あるいは質的緩和っていうのはその期間が長い国債を買うっていうだけじゃなくてですねうんリスクのある資産を日本銀行はもっと買っていこうじゃないかと。例えば株はさすがに まずいと株はさすがに日本銀行がトヨタの株を買うというのはさすがにトヨタというその具体的な銘柄を買っちゃうとですねさすがにそれはまずいということで、えー、じゃあ何を買うのっていうと例えば ETF だとかリートだとかですね、まあ、そういったものを買っていくっていうことですね。ETF とかリートだったら特,特定の企業の銘柄を買ってるわけじゃないですから、まあ、それだったらいいんじゃないのとでしかも日本銀行がそういうのに手を出すってことはリスクを取ってるってことでいいそのマーケットでっては。 マーケットに対していいそのアピールになるんじゃないのということで、えー、それが、まあ、あそういったリスクの資産まで、えー、あの買っていこうっていうのがあそれによって世の中にお流すお金を増やしていこうっていうのが質的緩和ですね。 ですからその国債というのは安全な資産ですけど国債のような安全な資産だけじゃなくてリスクの資産にまで手を出すこれが質的緩和なんですけども、えー、そういう、ねえー、まあ裏でストーリーも描かれてきてるということでもういろんな、ね、そういった今までその前例がなかなかないですからね、えー、そういう前例にとらわれない金融政策というのをまあ立案してきてるという、まあ、そういった方ですね。 でえー、若田部先生ということなんですけども早稲田大学の、まあ、政計学院の教授ということで、まあ、専攻が経済学,学士ということでねちょうどね私がね早稲田の大学院に入った年かな、えー、若田部先生ってあのトロント大学っていって、まあ、カナダの、ね、大学院に留学してたんですけどもちょうど多分戻ってきた年かなんかに私向かに入学してっていうことでだからよくね勉強会なんかでは若田部先生と。 あのまあ、顔を合わせるってことはあったんですけどもアカンダレス先生は経済学士の,あの担当の方だったんで私はねあの金融とか、えー、理論の方だったんで。 まあ直接そのね若,若田部先生の授業を取るってことはなかったんですけども大学院って何かこう、まあ、狭い世界でねあの勉強会っていうのが結構あるんですよ。でまあ、そこで結構ねあの、えー、外部の方を呼む呼あの誰々先生が呼ぶみたいなそういった勉強会に、ねえー「お前らあのわあの大学院生は話聞いてこい」というふうに師匠から言われてですね「はいわかりました」っつって聞きに行くんですけどもそういう勉強会ではよくねあの 顔をああの、えーえーえー、ご一緒させていただいたという経験があるんですけどもまあ若田部先生ですね整形、まあ、学部の現在教授であると。でえー えーとまあ、早稲田ン大学院それからトロント大学の、まあ、経済学研究科の博士方で単位取得大学ということで、まあ、博士号はねお持ちじゃないんですけども大学院で勉強されてということで早稲田に戻ってきてですねでこの方というのは積極的な、まあ、リフレ派ということで量と質の積極的金融緩和を主張されているとだからカイオペですねカイオペっていうのは何かなっていうとあの日本銀行がですね 例えば国債だとかあさっき申し上げた ETF だとかですねあるいはリートだとかそういうのを買いまくるんですよ。で日本銀行が買うということは買うということはお金を払うということで,でお金を払って世の中にお金が流れるようにするっていうことでそれが買いオペなんですね買いオペレーションというふうに言うんですけど。だから買いオペによって 世の中に出回るお金を増やしていってるということで,でそのカイオペの額っていうのは、まあ、現在ですね80兆円年間80兆円をめどに、ね、年間80兆円をめどにしてるんですけどもっと増やせとこういうふうに言ってるのが若田部先生なんですね90兆円まで増やしたらともっと大胆にやるべきだよとそうじゃないとデフレから脱却できないんじゃないのってこと言ってるんですねでそれから、まあ、消費税増税延期ですね 消費税増税増ししちゃううとどてても景気悪くくなってくるんですよ。私も、ね、2014年の消費税増税はちょっとどうなのかなというふうふに思ったところはあったんですけれども、若、ま、手、あ、先生もそうですし、えーまあ、そういう方結構いらっしゃったんですね。まあ、黒田総裁なんかは、ね、消費税増税賛成なんですよ。まあ、あの方はやっぱり財務省出身ということで、まあ、財務省出身だったから全員そうだというわけじゃないんですけれども、やっぱ財政再建の考え、財政再建論者というのがまあ結構多くてですね。あの黒田総裁なんかは、 あのイ,ンフレインフレターゲットリフレ派の方なんですけど、まあ、やっぱり財政再建も大切だっていう方なんですよねだから消費税増税の方なんですけども若田部先生はリフレ派なんですけどもその財政政策も重視してて財政再建、ね、今日本って借金だらけなんですよ。 えー、GDP が500兆円だとするとその2倍ぐらい借金があるということで,でこれからどんどん増えていきますよ少子高齢化ですからあ、まあ、社会保障関連費用がどんどん増えてますからねですからこれからどん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 社会保障費が増えていくだから財政再建はもう待ったなしなんですよねですから消費税増税という流れなんですけども、えー、若田部先生なんかはやっぱり消費税増税してしまいますとですね景気が折れてしまう腰折れしてしまうんでやっぱり延期なんじゃないのと。デフレかからの脱却これを確かに そなものにしてでですすね、それで消費税増税増るべきだっていう,ふうに言ってるね。だから同じリフレ派でも若田部先生のように消費税増税延期しようとした方がいいよと私もどっちかというとねどうかなっていうね日本経済耐えられるのかなっていうふうにもちょっと思ってしまうところなんですねだからそうこの判断確かに難しいですよ。 でも一方で消費税増税を今しないと財政再建が遅れるっていうのもあるんでだから私もねなんか難しいところにいるなっていうふうにね本当思うんですけどね難しいところにいるなっていうのは現在難しいところにいるから答えを出しにくい状況に今あるなっていうふうに思うんですねだから、えー、どっちの言い分も、まあ、私はどっちかというともうリフレ派なんですけども金融政策を大切にする立場なんですけども財政再建に関しては非常に今難しい判断のところにいて。 うんまあ、どっちかというと消費税増税、えー、延期した方がいいんじゃないのっていう、まあ、若田先生にちょっと近いんですけどね黒田総裁は延期するべきじゃないっていうふうにおそらく考えているのかなと、まあ、その辺で若田部副総裁とですね黒田総裁の方向性というのは違ってくるんでその辺どうなるのかなということなんですけども、まあ、日本銀行の方々は、まあ、若田先生だったら、まあ、その現実のね そういった状況を踏まえてです、ねまあ、消費税増税、やっぱり致し方ないかなというふうに考えが変わっていくんじゃないのかというふうに、まあ、そういったことを、ねまあ、おそらく期待しているのかなという,ふうに思いますけどね。 えー、ではね、えーまあ、今回、まあ、そういうね、えーまあ、人事案がね、内閣から出されたわけなんですけども、そのどの日本銀行総裁候補っていうのがいたんですよね、で、まあ、筆頭に上がってくるのは、やっぱりこの方ですね、本田悦郎さんですね、まあ、中枢子大使ということで、元財務官僚という方なんですけども、安倍総理大臣のお友達ということで、えー、後ほどちょっとお話しさせていただきますけどね、元財務官僚でっていうことですね。 安倍総理大臣の,経済,経,済の経済政策のブレンというふうに言っていいのかなということなんですけれども、この方が、まああえー、なるんじゃないのというふうにも言われておりました。でそれからですね 伊藤孝敏先生ですね、コロンビア大学教授ということで、まあ、この方はね、もう非常にもう世界的にも著名な方ですよね、えーまあ、学者として世界的にも著名な方ということで、まあ、こういった方がなるんじゃないのかなってうも言われてたということですね、私も伊藤先生、まあ、伊藤先生はね、インフレターゲットも主張しておりますしあの、だいぶ前に書かれたインフレターゲットの本がありますけど、私もそれ読みましたけどね、伊藤先生っていう、まあ、国際的にも注名度が高いということでいいのかなとも思いましたけどね、まあ、今回は。 違ったとでそれから中曽副総裁ですね、まあ、この方がです、ね、日本銀行総裁に上がってくるんじゃないのかと、まあ、そういった説もあったんですね。 現在副総裁の中曽さんが上がってくるんじゃないかという、まあ、説もあったということなんですけどね、まあ、中曽さんはですね、まあ、日本銀行プロパーということで、えーまあ、金融システム、金融市場ないしは国際関係の,その国際的なね えー、お仕事が得意な方だったんですけれども、まあ、そういった意味では雨宮さんとはちょっと違うのかなと雨宮さんというのは政策立案の金融政策立案の方でどっちかというとですねで、まあ、それに対して金融システム金融市場、まあ、そういったああところですね、まあ、そういった分野ということでだから金融システム不安とかねそういった、うんまあ、危機対応ね、えーまあ、例えばバブルが崩壊してて金融システムがやばいんじゃないのとそういった時なんかはおそらく中楚さんが。 ええまあ、例えば、うん、金融あの日本銀行総裁に上がってくるかもしれませんしそういう危機的状況でなければやっぱり金融政策に非常に精通している雨、まあ、宮さんがいずれえ総裁になるのかなっていう流れかもしれませんし、まあ、その時の状況によっていろいろなんですけども、まあ、中曽さんそして、まあ、今回雨宮さんがプロパーとして副総裁になったということで、まあ、日銀としてはですね、まあ、持ち駒が将来の総裁候補として持ち駒が2つあるわけです わけなんですね。まあ、危機対応の中,中曽さん、そして、まあ、金融政策に精通している雨宮さん、これから、まあ、副総裁やるわけですから、まあ、いずれ日本銀行のプロパー総裁として、その2人の持ち駒があるということで、えーまあ、日本銀行としては、えー、将来ね、えーまあ、どちらかの方を、ね、総裁にするのかなということなのかなというふうに思っておりますけどね。 あ、それからこの中曽さんですね。まあ、この方はあのお師匠さんがですね。まあ、経済学って自分の師匠ってとても大切なんですけど。 まあ中曽さんの師匠はねあの小宮隆太郎先生っていうまあ東大の教授の方なんですけどももう本当小宮先生ってもうこの業界でかなりそのお弟子さんがいっぱいいらっしゃってですね、まあ、それこそ日本銀行の現在の副総裁のね、えー、皆さんがご覧になられてることはもう変わってるかもしれませんけどあの岩田紀先生ですね、さっき申し上げた岩田貴公先生もその小宮隆太郎先生の弟子ですしえー 以前の総裁だったあの白川総裁ですね白川総裁もあの白川元総裁もですね小宮龍太郎先生の弟子ですし本当にこの金融の世界というのは小宮龍太郎文化が多いということなんですけれどもえ中川さんもそうだとでただね私ねもう一点申し上げるとですね中曽さんとかね本田 ですねまあ、そういった方が日本銀行の総裁になるっていうのはちょっとどうなのかなっていうふうに一方で思うところがあるんですよ。まあ、中瀬さんって何年、ね、金融システム金融市場に精通している国際派っていうことでね、まあ、その実務能力は非常に高いということだろうと思うんですけどもあの中洲さんも本田さんもですね まあ大学院で経済学を勉強してるというわけじゃないんですよだからその小宮竜太郎先生の弟子っていうのは学部時代の弟子ということであってその後日本銀行に入って大学院に行ってないということで,で今中央銀行の総裁ってもう通常大学院に行くのが当たり前なんですよ経済学でまあエコノミストっていうまあエコノミストというのは経済学を大学院で勉強してるというのがエコノミストっていうことなんですけどもエコノミストであることが当たり前なんですよねだから今回ね。 FRB の議長がパウエルさんという方になったんですけど、私のいつだったかな、いつかの私の経済会計一時解説でもお話しさせていただいておりますけれどもあの、パウエルさんもエコノミストじゃないんですよ、だからこれも非常に異例なんです、えー、FRB の議長というのは、前議長の、えー、ジャネット・イエレンさん、女性ですけどね、女性初の議長、えー、もちろん博士号をお持ちですよ、バリバリの経済学者ですよ、でその前のさっきも申し上げました、あーバーナンキさん。 学者ですよでその前のグリーンスパンさんも伝説の方ですけどグリーンスパンさんももちろん博士号を持ちエコノミストですよですからもうエコノミストが当たり前なんですよね ECB だってそうですよドラギさんもやっぱりバリバリの経済学者ですからねですから大学院で経済学を勉強してるっていうのがもう世界の中央銀行のトップのもうそれはもう条件として当たり前っていうことなんですよね。でまあ、それに そういう状況に関して、まあ、本田さんだとか中曽さんだとかそういう方が日本銀行の総裁になるというのは世界の流れから考えるとどうなのと黒田総裁はあの、えー、出てるんですよ、オックスフォードだったかな、オックスフォード大学の大学院で経済学やられてるということであの修了されてますからだから黒田総裁は大学院に出てるんでエコノミストとしてっていうふう,ふうにも考えることができるんですよ。 大学院に出れないというのは、やっぱり世界の流れで見ると、まあ、そういった意味ではどうなのかなと、だからパウエルさんもいろいろ言われてるんですよね、エコノミストじゃない人が、中央、えー、銀行の総裁になってるということで、いろいろ言われておりますけどね。 だからそういった意味では調整能力というのは非常に高いということなんですけども何か危機が起こった時にどうなのかなと危機対応できるのかなとそこがだだか,かなり未知数っていうかねマーケットの方々は大丈夫なのかなというふうにおそらくお前に言われたくねっていうふうに、ね、きっとパウエルさんは思いでしょうけどもお前ごときに、えー、そんなこと言われる筋じゃないと、まあ、それくごっともなんですけどもあのまあそういうふうにマーケットの方々とかは思ってるのかなというふうに思います けどね、ではですね、えー、本田逸郎さんの話に移りますけども、えー、安倍総理大臣のブレンということで、まあ、30年来の付き合いということなんですけども、まあ、川口湖にですね、まあ、別荘がお互いあるということで、まあ、かなりその別荘も近いところにあっていろんなところでの意思疎通をしているということで、まあ、かなりですね、えー、お友達ということなんですけども今回は 本田さんをですね、えー、日本銀行の総裁ないしは副総裁にしなかったということでお友達人事にならなかったとっいう、まあ、そういった結果になりましたね。まあ、ただでですね、今までは、 どうだったのかと,いうと、まあ、前回の総裁、ですね黒田総裁ですねそしてまあ副総裁人事ですね、えー、前回の副総裁は岩田紀行先生、それから中曽さんですね、えー、そういったまあ黒田総裁、岩田紀行先生、中曽さんこれを推薦したのも本田さんであるとあの安倍さんの無念、ね、それからこれまでの日銀審議員ですね、まあ、原田先生とて早稲田の先生なんですけども元経済企画長の方ですけどもそれから民間のシンクタンクの方で片岡さんという審、まあ、議員の方ですね。この2 二人を推薦したのも本田さんということで、かなり本田さんの影響力。あの日本銀行の、その、えー水、あの日本銀行に送り込んでいる人材に。の、に対するね、影響力というのは、もう本田さん、は非常にね、安倍総理大臣の側近ですから。あの影響力があったということで、まあ、今回総裁、なし副総裁になっちゃうんじゃないの、ということだったんですけど。やっぱりね、批判が多かったんですよね。で、なんで批判が多かったのかなんていうと、積極的な金融緩和に関しては、おそらく。えー、まあ、リフレ派ということ。 だから本田さんもリフレ派なんですよあの金融緩和大切ですよというふうに言ってるんですよねだけど本田さんはかなりですね あの財政拡大も主張する方なんですよね、ここがやっぱり財務省、それから日本銀行ですね、今の方向性としては、ですねあの財政再建の方向性にいってるんですよね、ですから、財政拡大やっちゃったら、財政赤字が増えちゃって、借金もっと増えちゃうじゃないかと、財政再建に逆行してるということで、本田さんを持ってきたくなかったっていうのが、あ財務省、日本銀行の本音なんですよね。 ですからあ、まあ、かなり、ねえー、ブロックしてたと、ただ、ね、財務省はあの直接はなかなか安倍総理大臣は言えなかったとっいうことなんですよね、なんで,なんで言えなかったのかというと、まあ、これから、ね、安倍総理大臣がいろいろ決断していくんですよね、まあ、財政再建に関すするですね。 あのえー、財政健全化政策というのがあるんですけどもそれの策定だとかですねそれから2009年の秋にはですね10月には消費税増税をするかしないかというのもありますけどもそれも安倍総理大臣の決断、祭壇じゃないですかですから安倍総理大臣の決定事項というのが増えるわけですよで消費税増税を延期されちゃったらですね財務省としては財政再建のストーリーが崩れるわけですからやっぱり安倍総理大臣を今、刺激したくないんですよね。 え本田さんを選ぶべきじゃないというふうに財務管理はなかなか言える立場になかったんですよ。それでしもし刺激しちゃったらですね消費税増税反対されちゃったらあの消費税増税を延期されちゃったら財務省としてもそういった財務省が描いてきた財政再建というストーリーが崩れちゃうわけですからえだからあまり刺激をしたくないということであの本田さんを選ばないでほしいということを財務省は、ね、なかなか言えなかったということですよね直接はね。じゃあ誰にに言ってここううこういううううういいい結結論果流れに 持ってったのと麻生総理大臣に、まあ、財務大臣ですから副総裁ですから、えー、財務省は麻生,麻生総理大臣に頼り麻生副総理に頼りっぱなしだったっていうそういった報道もありましたけども。 麻生さん経由で,です、ね、麻生さんにかなり言ってもらってで本田さんを、えー、がそうあの総裁ないしは副総裁にならないような、まあ、そういった根、ねまあ、回しというかあそういった、ねえー、ことを麻生さんにやってもらったということですねだから報道なんかでも麻生さんに頼りっぱなしだったとっいう、ね、報道が出ておりますけどね。 えーまあ、やっぱり今、安倍総理大臣なかなか言える人っていないですからねだから、この間の、まあ、去年の,、ね、あの都議会選とかねあの,あの辺りなんかは。 安倍総理大臣の求心力というのはかなり低下しましたよ、あの支持率が30%を切っちゃうと、支持率30%を切っちゃって20、20%台になっちゃうと、ですねちょっとやっぱり危険信号かなということなんですけど、それから盛り返してますからね、そして、えー、10月の総選挙では勝ってますから、したがって、ですね安倍総理大臣のまた求心力というのが出てきておりますして、なかなか安倍総理大臣に物を言えるという人があんまりいないですよね、政権の中にね。 えー、ですから、まあ、麻生さんぐらいしか言える人いないのかなということで、まあ、財務大臣でもありますからでもちろん副総理ということで、えー、麻生さんがかなり、ね、この本田悦郎さんじゃない人ということを、えー、かなり、ねえー、あのそういったことを、えー、主張したようなんですよね。まあ、日銀財務省の事務方が難色を示したようですよね。 でこれまでの、えー、黒な日銀の金融政策ということで丸一番ということなんですけども、えー、景気が拡大しましたねこれ戦後2番目の長さなんですよね。 あのイザナギ景気いうのがありまして、ねまあ、1960年代の,もう超あの非常に長い好景気なんですけども、まあ、第二次成長期ですよね高度成長期になるわけなんですがあ,、まあ、あれを超えたと、まあ、全然景気が回復してる実感がないよという方の方がほとんどかもしれませんけど、まあ、そういった統計上の、ねえー、話で言いますとです、ね、実感はないけれどもだから実感なき景気、まあ、回復というふうによく言われますけども、えー、イザナギ景気を超えてるそういった長さを実現 してるんですよねで,、えー、で,ですからまあ現在の景気回復の期間がですね、まあ、戦後2番目の長さということでいざなぎ景気が今3番目になっちゃったんですよで一番長いのはじゃあ何よということでいざなみ景気っていうのがあるんですよいざなみ景気いざなみ景気っていうのが今戦後で一番長い景気回復の期間なんですけども、えー、あれはですね2002年ぐらいから始まりましたねリーマンショックの前あたりまでの期間なんですけども非常に長い期間。 あの頃なんかもねあんまり景気が回復してる感じはしなかったんですけどね、まあ、リーマンショックの前なんかはね確かに景気回復してるそういった感じはしましたけどねっていうのは私もよく実感するんですよ私はねあのいすゞ自動車っていうところに入社あの大学に出てしましてですね私の同期四43人なんですよで私の前の年に入った方、えーまあ、いわゆる先輩に当たるわけなんですけど何人だったかな多分ね10人とか20人とか20人いなかったんじゃないかなっていうぐらいなんですよ どん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 、ね、私の後は増えていってです、ねえー、と2006年とか2007年だったかな2007年ですね2007年なんかはですね、えー、同期が百何十人になってたんじゃないかなだからもう倍とかあるいは3倍ぐらいまで増えてたっていう感じなんですよ。 えですからまあ何が言いたいのかというとその新入社員の数が一つの会社で増えるということはですね、まあ、やっぱりこう採用人数が増えているということでそれだけ景気が良くなっているということですね養う力が得ている企業が得ているということですから景気が良くなっていること,ということに他ならないということで採用人数なんかで結構、まあ、確かにいざ波景気っていうふうに言われますけど採用人数なんかではうーんリーマンショックのちょっと前あたりなんかはですねいざ波景気ってそのあたりまで続くわけなんですけども、うん、確かに景気が。 あのそういった意味では採用人数が増えててちょっと良かったのかなということですけどね、まあ、その後リーマンショックでズドーンと景気が悪くなるということなんですけどね。でそれからまあ雇用が改善しましたよね、あの完全失業率でいうと2.8%なんですよ。 もうこれは非常にもう低い水準ですよ。あの完全雇用というふうに言われてますね。完全雇用。完全雇用というのは、その時給で働きたい人が全員働けているというのが完全雇用なんですけども。完全雇用がまあ実現している、雇用を改善しているということですよね。 まあだから雇用が改善するというのは非常にいいことでありましてですね何がいいことなのかというと雇用が改善しますとねあの自殺も減るんですよ、そこが非常にいいことですよね雇用が改善すると自殺率も下がるということでですから例えばリーマン・ショックの後なんかは3万人を超えてたと思うんですよ1年間で自殺される方が今、2万ちょっとですよねですから1万人ぐらい自殺される方が減っているこれは失業率に連動するんですよ、かなり。 っていうぐらいの強い関係はひょっとしたらないかもしれませんけど、少なくとも相関関係はあるんですよね。つまり、えー、失業率が下がるとそれに連動してう えー、自殺率も下がっているという相関する関係は少なくてもあるかなというふうには読むことができると思うんですよですからやっぱり失業率を下げるということは人の命も救っているということにほかならなくて、まあ、そういった意味では黒田総裁の金融政策というのは、まあ、雇用改善、自殺の数も減らしているのかなとも思いますねで、まあ、大胆な金融緩和によってです、ね、まず円安ですね。 まあ要は大胆な金融緩和によってですね何が起こったのかなというと円をいっぱい世の中に出すわけですから円の価値が下がるわけですよ。それが円安ですよねで円安になりましてですねえまあ輸出が増加するといあの輸出企業ですねまあ要は トヨタ自動車なんかも外国で、ね、いっぱい商売してますからあ1円円安になったら450億円ですよ利益が増えますよですから、まあね、10円円安になったら4500億円利益が増えるってことですからね、えー、20円円安になったら、ね、9000億円、ね、利益が増えるってことですから、まあ、だから非常にです、ね、円安っていうのはあの効果が出てくるとですから、まあうんあのーえー、円安の、ね、メリットを受けた企業っていうのは多かったわけです。 もっと高いところいっぱいあるんですよ例えば村田製作所であるだとか ヤマハ発動機であるだとか TDK だとかマブチモーターとかあんなところは売上高比率がですね海外の売上高比率は9割超えてますよ。えー、し,かし,したがってですね、えー、非常にそういった日本というのは海外で強い企業というのはいっぱいいますから私が言った石頭自動車だったら6割ですね昔はもっと海外で売ってたんですけども今国内も結構かなり増えちゃってですね6割売上高比率でいうとね海外が6割になっちゃいましたけどもだから海外の比率が高い企業というのはやっぱり円安の効果っていうのは出てきてますんでやっぱり黒田日銀総裁のそういった金融政策 政策の効果というのは、まあ、日本経済には、まあ、いい影響があったのかなと。あと、やっぱり、これですよね。訪日消費増加ということですよね。 まあ、爆買いというふうによく言われますけどね、私も銀座なんかほっつき歩いてると、ですねもう中国人の、ね、方々のですね爆買いをもうよく目撃しますけど、まあ、やっぱりああいうね、えー、爆買いが増えると、もう本当に日本に来る方っていうのは非常に増えましてでで、ね、ちょっと前なんて800万人とか数百万人だったわけですよ、訪日のそのね旅行者っていうのは、それがもう今、大体3000万人に近いところまで来てるっていうことですから、で彼らはいっぱい買うっていうことですからね、ですからデパートなんかもですね業績良くなってきます。 それはもうう彼らのおかげということですね外国人の方々がデパートで消費してくれるということに他ならないということでですからなかなかデパートっていうのはもうずっとです、ね、バブル崩壊して以降です、ね、あのなかなか売れないなということだったわけですよねでもそれが最近その外国人の方々が買ってくれるということで業績が上がってきてるという、ね、そういったところがあって、まあ、円安のまあ一つの効果と見ることができるのかなと。 それから株高ですね円安株高というふうに言われましてですね、まあ、大胆な金融緩和政策によって世の中に出ていくお金が増えるわけですから行き場に困ったお金がですね株,株に向かうということで株高につながっていったりはするんですよね。 で株高というのは何が何をもたらすのかなというと資産効果って言いまして消費を増やすという効果が一つにはあるんですね株高っていうのはですね株を持っている人からするとですね自分の資産が増えるということなんですよ。株高っていうのは自分が例えば1万円で買った株が例えば5万円になると。 自分の資産が増えてるということはです、ね、自分の財布の、えー、自分の,財布の紐が緩むということでいっぱい消費を増やしやすい状況ができるということで消費が増えていくんですよね。だから株高になりますとです、ね、資産効果が多くて資産効果っていうのは株高によって自分の資産の価値が上がったことによって消費を増やすという効果でということでだから株高っていうのは消費が増えていくっていうねそういった流れになるんですね。 消費増加っていうねそういったところに向かうんですよでそれから株高になりますとですねちょろっと株を発行しただけでもですね、えー、お金がいっぱい調達できますからじゃあ設備投資を増やしておこうかということで設備投資なんかも増えてくるというまあそういったねお金が使われる状況っていうのが金融緩和政策黒田金融緩和政策によって、まあ、もたらされたのかなとそれによって景気が拡大し雇用も改善したということでまあ非常にいい影響っていうのがあったのかなというふうに思いますねでしかしながらということです えー、これまでの日本銀行黒田総裁の金融政策ということで、えー、肝心のここはだ、ね、めなんですよね、えー、物価上昇率、まあ、インフレ率2%、これを目標にです、ね、金融政策をやってきているわけなんですけど6度の先送りですよ、ね、目標2%ですと。 でそれに向けて金融緩和をやっているんですということだったわけなんですけど上がる上がると言い続けて6度も先送りとえ実現できませんでしたごめんなさいということで <laughs> まあ私はね、まあ、これもちょっと致し方な,ないところもあるのかなとは思うんですけど。 まあ原油価格が下がったりだとかあるいは消費税増税だとかいろんな影響があってですね、なかなかこうインフレ率2%を達成できない状況というのがあ,まあ他の要因なんかも重ねてということであったわけなんですけどやっぱり6度の延期というのもちょっと、ね、あのどうなのという批判は多いですね。 具体的にいきますとね、まあ、のあの消費者物価指数というのが総務省が出している数字があるんですけども、えー、消費者物価指数は3パターンありまして生鮮食品を除くという、ねえー、あのものがありましてね、でそれに基づいたあその物価上昇率インフレ率2%を、えー、黒田総裁は目指したわけなんですけども2013年にいい、まあ、就任してですね、2013年のインフレ率 0.4%2014 年度は2.6% 今年度は2016年はデフレになっちゃって前の年よりもインフレ率が下がって0.3ですよと2017年は0.5ということですね。 2014年達成してるじゃないですかというふうなことを思いの方いらっしゃるかもしれませんね、2.6ということなんですけど、これはねあの消費税が増税されてますからね、5%から8%で消費税が上がってますから、その上がった分、もちろん値段が上がりますから、したがって2.6%っていうふうになってますけど、これ消費税増税分がここの中に入り込んでますからね、だからその影響を引きますと、まあ、多分ん0.6とか、それぐらいなのかなというふうに思いますね。の消費税増税増はあの、えー 上昇消費税増税の上昇圧力がかかってそこまで上がったということでそれを差っ引けばですねですから先をあのその目標達成の先送り削除力6度の先送りと。 でえーまあ、2019年にはです、ね、黒田総裁は1.8%というふうに予測してるんですけども民間のシンクタンクなんかが出している平均の予測なんですけど0.9だということで半分も下回、ね、ってるわけですね。えー、また2%達成できないですよというふうに民間のシンクタンクは思ってるわけなんですけども、えー、黒田総裁、日本銀行はいやいや1.8%を実現できるよというふうに言ってるんですよね。 でこれでまた、ね、延期だったら相当、ちょっとやっぱ黒田総裁としても,も立場が、ね、結構厳しいのかなというふうに思いますけど、ね、ですからまあ景気回復にはつながってますけど肝心要のです、ね、インフレ率2%目標というところの実現はあのあのその目標を達成はしてないということなんですよね。 で続投する黒田日銀総裁と今後の日本経済ということで、えーまあ、量的、出席緩和、まあ、大胆な金融緩和政策ですね、まあ、それによってですね、まあ、先ほど申し上げた株高、円安っていう路線が続くでしょうと、それによって、まあ、景気拡大、雇用改善がまだまだ続くかなというふうに私は思っておりますけども、しかし、か、ね、しかし、ということで潜むリスク、懸念材料、こんなのもあるんですよね。 えまず1点目なんですけども世界経済腰折れリスクということであのアメリカ、欧州、えー、これは今金融緩和政策の出口というふうに言いましてですね、アメリカもそれからヨーロッパ、うん、あの要は FRB それから ECB ですね、えー、金融緩和政策をドッカンドッカンリーマンショックのやとあとやってきたわけなんですけどもようやく経済が普通の状況に戻ったとなのでその量的金融緩和をやめようということで今出口のところに来てるんですねアメリカもヨーロッパも。 で出口のところにきえ来てるということは今まで出したお金を引っ込めるということなんですよ今まで出したお金を減らすということなんですねそうするとお金がだん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 足りなくなってきて金利が上昇するということなんですよですからこれからアメリカヨーロッパでは金利上昇ということが起こるんですよね。そうしますと金利が上がってくるとですね、えー、まあお金が借りづらくなりますから景気回復ののが鈍くなってくると。 えー、世界経済が腰負れするリスクが高まるんじゃないですかとでそれからまあ国内のお話で言いますとねオリンピック後のの景気こしろっていうのがありますすよね、えー、五輪特需が落するということですよね、えーアメリあのー、オリンピックがあることによって例えばスタジアムを作る道路を作るホテルを作るということで結構需要が生まれてるわけなんですけどもその需要がオリンピックが終わった後となくなるということですからこれは需要がね あのオリンピック後、厳しいんじゃないのと、景気悪くなっちゃうんじゃないのということですね、それから2019年に、2019年の10月ですけども、消費税増税がなされたら、その悪影響なんかも、やっぱり1年、2年出てくるでしょうということですね、だから世界経済もリスク、国内もオリンピック後、大丈夫ってことですよ。 でそれから金融政策の副作用ですね、まあ、2013年以降、ですね、黒田総裁はマネテリーベースを増やしてですね、140兆円から今、480兆円まで増やしているということですね、これはかなり異常なことですよね、今500、GDP が約500兆円ですから、それに近い数字のお金が日本銀行が吸って出しているということですから、これ大丈夫なのかなというところもあるんですよね。ですから、 あのー、そういう、ね、金融政策の副作用っていうのは大丈夫なのとでお金を、ね、大量に吸ってるわけですからあの金利が非常に低いんですよ、今、金利が非常に低いんですね、低い水準なんで金融機関が、ねえー、金利が低いから儲からないということなんですよ。 だからメガバンクなんかはですね、あの海外でもビジネスしてますし、えー、いろんな子会社を抱えてますからいろんなところで収益を得るっていうそういったノウハウとかあ獲得する機会を持ってますけどやっぱ地方銀行あるいは信用金庫、信用組合ここんなところは非常に厳しいですよ。えー、従来型のですね、お金を、えーまああえー、貸すっていうね。 でえー、金利をいただくと、えー、利息をいただくと、ね、そういう、まあ、ビジネスの,ス,あのスタイルですよね、えー、地方銀行だとかあ信用金庫、信用組合というのは、ねでまあ、金利がこれだけ下がってますと貸してもです、ね、金利であまり稼げないと。 で貸してもですね、貸し倒れちゃう可能性もあると、だったらあまり貸しても儲からないし、貸して、えー、貸し倒れるリスクなんかを考えますと、全然こうやってらんないよ、この商売ということで、えー、本当にこの金融機関の収益悪化、まあ、メガバンクなんかはまだいいんでしょうけど、全然いいんですけども、そういう小さいところっていうのはもう収益悪化が非常にもう甚だしいということで、まあ、金融システムの不安につながりかねないと、さらにお金を大,大量に出しているということで、えー、株価が非常に上がってってですね、 バブルが発生しちゃって、ね、そして崩壊して金融システムが不安定化するかもしれないそういった懸念材料も実はあったりするとですからその金融,シス金融政策う大胆な金融政策がここまで長期化するとですねいろんな弊害が出てくるのかなということで、まあ、そこがやっぱちょっと懸念材料ということですよねであともう一点ありましてね、えー、さらに黒田日銀の懸念材料ということで 黒田総裁はもう年齢が七十三歳なんですよね。えー、ですからまあ,あ,、えーあえー、歴代総裁でね二期十年の任期を全うしたあものはいないということで先ほど触れましたけどね。で七十三歳ということはあこれから五年間ということですから黒田日銀総裁の末期の頃というのは七十八歳なんですよ。七十八歳で果たして持つのかってことなんですよね。えー、先ほども申し上げましたけど、えー、日本時間で朝五時に。 ニュージーランドのウェリントンで,です、ね、マーケットが開くんですよ、為替市場。えー、それで日本が開き、えー、そしてロンドンが開き、そしてニューヨークが開いて、ニューヨークがあ日本時間の朝の6時に閉まるとで、朝の5時にはウェリントンが開いてるわけですから、もう24時間、どっかしらのマーケットが開いてるってことなんですよね。ですから、まあ、そういう、ね、金融市場に立ち向かうのに、78歳という、ねえー、そういった年齢で立ち向かえるのかっていうことなんですよね、そこがまず懸念材料ですね。 だから私ね、そこがあったからこそこれなのかなとうう思ったんですよ。えー、副総裁の格上げっていうのを考えてるのかなと、だから若い副総裁を任命したんじゃないのかなっていうね、ことなんですよねだから副総裁で若い方選んできてますよね、若田部先生であるだとか、雨宮さんはまだ62歳ですから、まだバれバれですからね、あと5年経っても67歳ということですから、あーもし、えー、ね、えー えー、黒田総裁があ途中で降板というふうになったとしても、えー、その若田部先生ないそは雨宮さんが上がってくるというね。 で上がってくるということは、ですねあの、政策の連続性は保てるわけですから、黒田総裁と一緒にやってきた方が上がってくるということですから、上がってくるということは、今までやってた方が上がってくるということなんで、政策の連続性があるわけですね、連続性がなくなると、マーケットっていうのは荒れるわけですよ、連続性があるわけですから、まあ、な何かあったとしてもその上が、上げればいいんじゃないのかっていうね、そういったことで、あの若い方選んできてるのかなとういうことですね。 でまあ、あるいはその、まあうん、バブルのようなものが発生してそれで崩壊みたいな状況であれば、まあ、危機対応の金融システムとか金融市場のご専門である中曽さんですね、えーまあ、今副総裁やってますけどその中曽さんを持ってきてっていうこともあるかもしれませんで中曽さん持ってくるってことは黒田総裁と一緒にやってきた方ですからその方が副総裁,のあの総裁に上がってきても、まあ、それはそれであの政策の連続さを保たれるのかなというふうに思いますし現,現副総裁っていうかね 現副総裁というかこの、ね、今回選ばれた若い副総裁の方が上がってきてもですねあの大丈夫なようにということであの、えー、副総裁が上がってきても大丈夫なようにということで若い副総裁を、ね、あえて選んでるんじゃないのかなとも思ったんですけどね、まあ、あどうなのかなというふうふに思いますけども、まあ、2期10年勤めた方っていうのはまだいないということですからねそれからそれぐらいハードな仕事しかもね あの1961年の山際総裁という話を先ほど申し上げたと思いますけど1961年の,、えー、その金融市場の状況金融システムの状況と今の状況だったら今の方が圧倒的に過酷ですからねヘッジファンドが仕掛けてきたりだとかですねもう為替レートが非常に、えーまあ、あの時あの時でね大変なんでしょうけどもやっぱり変動為替相場制っていうのはねもういろんなことが起きますからねで国際資本移動がもう要はそのお金のその 入り取れがす、ね、すごい金額になってますから、やっぱりその山,際山際総裁の時のですね心とは比較にならないぐらいハードなんじゃないのかなと、えー、そういった時でも10年間というのはきつかった今だったらもっと厳しいんじゃないのかなというふうにも思うんですよね。 ですから、まあ、果たしてどうなるんでしょうかということなんですけども、良、まあ、くなればいいなというふうに思うんですけども、えーまあうん、これからどうなっていくのかなというふうに思うんですけどね、まあ、とりあえずオリンピックまでは大丈夫かなというふうに思うんですけども、やっぱり、うん、アメリカ、ヨーロッパ、これから金利が上がってきて、そういったところでもリスクがありますし、オリンピック後っていうのは、日本経済がやっぱり腰をれするリスクも結構ありますし、消費税増税するとなおさらですよと、で黒田日銀総裁もそういった年齢の問題抱えてますよということで、まあ、いろんな懸念材料があると。 えー、そういう状況でこれから日本経済が動いていくんですけどもどうなるのかなというふうに思っておりますけどね良くなればいいなと思っております、えー、それではね時間の方も来ておりますので以上とさせていただきますどうも皆さんお疲れ様でした